それこそゲーマーズ8のあれは大会を通して僕はちょっと全部見てたんですけど、はい、ありがとうございます。まあ、エボ2023が終わってほんとすぐゲーマーズ8行ってそっち行ってけど、日本人、我々日本人にとってはエボ2023からゲーマーズ8の間って業界的にちょっと悲しいことあったじゃないですか、はい、すごい僕らにとってもすごい辛いことがあった。それを自分の心の中でこうずっと悲しくなっちゃいけないと思いながら望んでたってツイートしてたけど、ああはい、あのそれは終わってから初めて言ったでしょ、はい、でもあの大会の中集中してチャンピオンになるまでに何かこうさっきちらっと言ったけど、今日は俺なんか誰かがついてくれてるとか誰かが背中を押してくれてるような気がするみたいなのはなかったんですか。最中は全然何も考えてなかったですね。何も感じなくて、だから集中できてるね、それはね、ある意味ね。普通にただただ楽しんでゲームをやってたみたいな。あ、だからさっきのゾーンの話と一緒で、うんうん、俺もそうだったもん。わかるわかる。ただなんかそこに持ってきたのは、その僕がその譜を聞いた時の直前、直後に梅原さんがなんか対戦募集してて、そのサウジアラビアの練習室みたいなところで対戦募集されてて、そこ行った時にその梅原さんと話して、そのまあそのことについて、でもまあ梅原さんその長くやられてるんで、そのまあいろいろ思うとこはありながらも、やっぱそのプロとして大会に集中しなきゃいけないよねみたいな話をまあしてくれたというか、まあがあって、それでやっぱ僕も今年プロになっ、まあ専業としてプロになったばっかりなんで、そこはちょっと見習わないとなっていうふうに思って。長老が言ってるから、ね、長老が言ってるんで、まあ、今や長老ですからねいやそこはすごい、あそうだよなって。僕もやっぱそのすごい悲しかったりとか、うん、やっぱそのゲームどころじゃないなとか思ったんですけど、梅原さんはもう切り替えてゲームでっていうふうにおっしゃってて、なるほどって。彼もそれを望んだだろうしね、うん、そうですね、っていうのはありましたね。なかなか難しいのが、僕ね、結構いろんな人と対戦させてもらったんですよ。アフリカとかシンガポールとか行って、世界の、まあ、エボにも行ったし、中でいろんな人と戦ったんですけど、ぶっちぎり強かったんですよ、うん、対戦した中で。本当に。ただそのこのゲームのその大会の仕組み上、ぶっちぎりで強いっていう人がなかなかその瞬間に勝てないじゃないですか、うん、でその強い瞬間っていうのは結構その持続させるのが難しいし、選ぶよな。そう、みんな真似するし、ここまで強いと研究もされちゃうし、そんな中ですごい数少ないチャンスだったと思うんですよ。まあ、エボでもちゃんとトップ6残ったし、ゲーマーズ8。あそこでね、その勝ち切るっていうのは、なかなか難しいことをすごいやったなと思いました。持ってるなと思いました。先ほどのサウジアラビア大会開いてくれる分には全然なんかやってほしいみたいな感じの話とかあったんですけど、なんかそのプレイヤーになんかこういうことをやってほしいみたいな、なんかあったりするんですか、メーカーとして。めちゃめちゃあるんだこれは嬉しい質問だと思う。嬉しいけどちょっと難しいかもしれない。言いにくいところ、言いにくいところは、それは、うん、お前らが言うなよって。いやすごいいっぱいある中で言うと、そのいやーこれモロ刃の剣だな。だこれ本当視聴者いてほしくないんだけど。流していいやつ？いや、逆に言うと、別にタブーではないし、悪いことは言わないんだけど、ある意味、よく炎上するパターンのやつ。だから、何かというと、その、
プレイヤー同士で起きてることがゲームの評価に結構直結することが多い、うんうんうん、で例えばだけどこれはもうタイトルに限らずなんでケムな存在って言ってるかというと時野ってねゲームの例えばチューニングとかに文句言わないんですよ。ああ、うん、多分思ってると思うよ。あれ通すりはするでなんか番組内でも節々で言ってることあるのかもしれないけど彼の中で大会出る時のスタンスとして別にそこに言い訳やそこに文句を言うっていうことを置かないじゃないですか。与えられたものの中でどれだけ楽しんで自分がやれるかってことにすごく命をかけてみて、でこんなプレイヤーありがたすぎて、これなんでそんなこと言ってるかっていうと、言うてもさっきからしつこく言ってるのは所詮まあゲームとして作って出してるわけじゃん。ゲームってじゃあ対戦ゲームって e スポーツをだけをターゲットにしてるどころか、もともと e スポーツなんかない、そうですね、ところで作ってたのが、うん、たまたま競技化してしまって、今、ある意味ここまで高みを目指すようなものになっているけども、まあ言うたらお兄ちゃんとか、そこの近所の、ゲームセンターの近所の人たちと楽しめるように作ってたものが、やっぱりこう、突き詰められていくと、近所のお兄ちゃんたちのランキングで言うと、まあ、じゃあ例えば鉄拳で言うと熊とかが手が長くて強いジャックが手が長くて強い、ずるいずるいって言われてるのがこういう時のみたいな層になるといや熊とかジャックはそこまでじゃないからみたいな、なんか意外なキャラが強いみたいな、でこれは突き詰めたら究極こういうティアリストみたいなタイヤリストってあるじゃないですかが出来上がってキャラランキングみたいな決まって、これは S クラスで A で B でって言うじゃないですか。これの影響力って昔はせいぜい地方のゲーセン程度だったんですよ。だから時戸っていうやつがいるゲーセンで、まあ、そういう定説があるけど、関西にいたら違う、九州にいたら違う、アメリカにいたらもっと違うんだったんですよ。これはね、インターネットで言論統制できるようになったわけですよ。で、これ何を言いたいかというと、かける君はまだ確かに、まだある意味いいの、ダジャレないけど、まさに駆け出しなわけですよ、うん。駆け出しだからまだそうかもしれないけど、その影響力は実は持ち始めてるんですよ、もう。自分が意識してる以上で。何かっていうと、例えばかける君の大会見て、やっぱり感動したやつだったり、額だけを見てすげえと思ってるやつだったり、これ同じですよ、影響力としては。中高生とかね、見てますよ。で、ましてや次の大会とかで活躍したら、もっと固定ファンがいますよ、うん、でそういう人たちからするとかける君の一言一言重いんだよね、うん、でもしよ間違ってあなたが何々言ってキャラ強すぎるよねとかって言った日にはもうメーカーからするとあちゃーですよ、うん、いやいやそれ言うなみたいな、でそれ言うなは例えば後ろめたい時ある、何でかっていうと、これは他社さんもやるしうち僕もやってますけど、あとバグってマジで強いみたいな、バグってこいつ4ヶ月死ぬほど強いみたいな、早くソニーさん早くソニーパッチを承認してくれみたいな時あるんだけど、でも それはちょっと除いても、例えば通常の状態でもこれは実はそこら辺の人にとってはバランシングもしくは、そんな気にならないことがピーキーな世界に行くと異常にこれが悪いって言われるみたいな、でもそのレベルで対戦できてる人って世の中に数千人とかしか下手したら数百人しかいないレベルで起きてることを、さもこんな1000万本とか売れてるソフトの間でその1000万人とかは一つのタイトルでいるような競技シーンでその全てがそれだみたいに言われるとメーカーとしてはもうあいたたたんじゃうで関係のない人まで影響を受けちゃうんですよね、うんうんうん、あのゲームバランス悪いらしいよとかあのゲームのあのキャラ強すぎるらしいよってなっちゃうじゃん、これってものすごいマイナスマーケティングなんですよ、うん、だってゲーム対戦ゲームなのに崩壊してるみたいなキーワードが立っちゃうわけ、これうちのゲームに限らないですよ、何でもそうですよ、で昔はこんなことそんなことぐらい影響なかったです、ぶっちゃけメーカーからすると一言そんなこと誰かが言ってるみたいな、今はプロゲーマーっていうのが現れて、こういう強い人たち、人を感動させる人たちが現れたでしょ。つまり心の拠り所がメーカーとか作ってる人ではなくて、そのプレイしてる人にまで注目が行くようになったら、むしろこっちの方は、だって純粋無垢に強くなろうとしてやってる人たちだから、ピュアに応援できちゃうわけですよ。作ってるわけでもない。利害関係としては。ファンとしては、利害関係としてはすごく応援したく、開発者応援したいやつなんていねえよ、あいつはなんか、あいつは儲けてやがるとか。俺らの、からってる金で、金儲けやがって。儲けて、
あいつそれでなんかいい車乗ってんじゃないかぐらいに言われるみたいなぐらいでしょ。でもそれで言うとピュアに応援したい人でしょ。ピュアに応援したい人がそれ言ってみどんな影響力か、うん、でこれを時戸くんとかは絶対言わないんですよ。だから結構珍しいんですよ実は、うん、だから開発やってるやつはあんまり言わないけど、時戸みたいなプレイヤーは開発者結構好きなんですよみたいな、うん、あの言わないよそんなことなんかそれ調子乗られても困るだけど言わないけど敬意ですよやっぱり、うん、あいつすげえなストイックであんま言わねえもんそんなことで俺らからするとお客さんは時戸だけじゃないわけじゃないですか、はい、かけるくんだけじゃないわけじゃないですか、ものすごい広いわけですよ、うん、全員お客さんだからそこはもうある意味対等なわけ で、うん、で地方とかその国とかによっても全然価値観とか遊ばれ方違うし、うん、客層によっても遊ばれ方違うし、その中でもでも実はあなたたち思ってる人に開発者がこのゲームはいいゲームですって言っても誰も信じません。だけどこんな人たちがいいゲームって言ったら信じるし、この人たちが逆に悪いゲームって言ったら信じるし、っていう意味で言うとやってほしいことありますか、あの自分たちが好きなゲームを自分たちを貶めるのやめてっていう一言そうそう、すげえ嫌な言い方したんで炎上したら嫌なんだけど難しい話ですよ。この我々プレイヤーにとってもそのなんというか、どこまで先のことを見据えて発言するのか、うん、言っちゃえばなんかちょっと過激な発言って注目はされやすいじゃないですか。だから一時のそのなんというか影響力だとか知名度とかを得ることはたやすい発言で多分あると思うんですよ。だからそことなんというかその先を見据えた発言をどんだけの割合とかその織り交ぜてやっていくかっていうのは少なくとも考えてやっていけるといいなと思う。この一つのコメント一つの発言がどういう影響を与えるのか、自分にとって、あとは、まあ、全体にとってとか自分に近しい人たちにとって、うん、っていうのを考えると、なんかプロとしてうまくやっていけるようにやりやすいんじゃないかなと思う。じゃあ、はい、かけるさんはここで、はい、福島に帰ります、はいはい、いやすごいねいやよかった、もうすごい好青年でよかったよかった、いやこれ楽しみですね先は。疲れそうだな彼は。いや今の原田さんにこのタイミングで聞いてしまえ、はい、もうズバッと聞いてもらって、発売日は言ったからね。そうなんですよ、だ発売日がもう1月 26? 26ですよね。今の原田さんの業務内容だとか、うん、どういうところに今あのリソースを割いてるのかっていうのを、なるほど、ぜひともねちょっと伺いたい。とその話の前で言うと、発売日は1月になってるじゃないですか、もうこれも ズバリね、言いますよ。あの ズバリはね、具体名はあげません、あえて。ただ、某タイトルの発売日と、2年近く前の時点で、完全に被ってることが判明したんですよ。はいはいはい。なんだ、だからどうしましょうってなるけど、どうしましょうもヘタグレも終わりましたって言って、僕らが半年ぐらいは下げますよ、うん、で、うん、今の発売日になってる。あっ、 あれ下げた、下げた、僕うちらが下げた。だから月まで一緒だったの、発売月まで一緒だった。あ、これはあかんってなって、半年遅らせたってことですか。こっちが遅らせた。え？同じあれですか？格闘ゲーム。だって同じジャンルですからそんなこと起きないじゃん。しかもそんな情報交換なんてできないでしょ普通。2年前から被ってたんですか。2年前、まあこれビッグニュースじゃないですか。正確に言うと1年と10ヶ月ぐらいかなの時点で判明して、実は前作もそうだし、その別に談合とかではなくて、お互いいいことじゃないですか、うん、ないじゃないですか、殺し合っちゃうんで、それは例えば
あの海外のタイトルとかもそうだけど、うん、同ジャンルの間でやっぱり全然普段仲良くは本当はないですよ、うん、ただそのあるタイミングでお互いのセンサーが働くんだ、うん、でその時にちょっとドドンのドンで言いましょうみたいな、うん、それはなぜならお互いにとっていいことでもあるし悪いことでもあるし、うん、せーのでドンドンあーいあーいってなって二人とあーふーってなってふーじゃないですか。もうすごかったですね。あれが分かって2週間以内に俺は取締役およびこの社長にも言って正式な報告に行って、マーケティング費用とかで言うとうちらは結構かけれちゃうからその単なる勝ち負けとかだったら別にね、バンナムってのは大企業なわけだしご利用しできるけどそんなことしていいこと絶対ないです。ちょっと今ボリューム的にきつくて実はほっといてもうち遅れそうだなってドキドキしたからでもそんなことは言えない、うん、自分らのせいで遅れそうですって言えないでしょ。いや発売日かぶりそうなら絶対ずらした方が有利っすよねって言ってこう時間を稼ぐために後ろに下げるみたいな、まあ、でも今のでね台風にはバレちゃいましたけど、あ、もう、うち社長変わったの。あ、そうなんですね。僕の大好きな女性社長が変わったの。